こんばんは、もう夜です。はい、ソフトバンクグループの株価予測をしていきたいと思います。出来高が2回ボーンボーンとね、跳ね上がったことがございます。今年に入って2回です。はい、こちらとこちらなんですけどね、はい、この意味をね、ちょっと考えてみたいと思います。価格帯別出来高のお話をソフトバンクでもしたんですけれども、ソフトバンクのグループの方でもしなきゃなと思ってやっております。でね、ソフトバンクグループだから、それは市況からね、考えていかなきゃいけませんよね。だって投資会社ですからね。はい。じゃあね、投資会社のソフトバンクグループにとって市況が良ければいいですよねっていうことから入りましょう。で、皆さんと一緒に同じこと考えてると思うんですけども、売買戦略の条件が整ったかなと思います。はい。まずね、先週の話から入りましょうね。微妙だったんですよね。こんな感じで上値抵抗線下げ、下値抵抗線がボーンボーンと抜かれて、でね、逆三尊みたいな形になり上に行ってくれたんだけれども、3万5500を突破したんだけどもね、高決算期待勝負の11月かなと思ったんだけども、三役好転がね、今なされてるんですよ。でもね、これがね、しっかりね、定着するかどうかは微妙かなっていうようなチャートだったわけですよ。これは転換線ってこの、この水色ね、白が基準線ね、これ絡みになっちゃってると三役好転しても意味ないんですね。だってまた元に戻っちゃうからね。で、はい、今週月曜日フォローしましたよってね、いうことなんですが、最高値更新を果たしておりまして、いい感じかなってね。ただこれ、西群馬のバンドウォーク、あ、ちなみにこれボリンジャーバンドです。一目均衡表にボリンジャーバンドを重ねてチャートを作ってます。で、このね、西群馬のところのこのバンドウォークのところはね、9日以上続かないんですよ。で、そろそろ続かなくなるかなーってね、ことを考えつつですよ、思っており、だいたい3万5000が下、3万6000が上でね、まあ、レンジでさ、11月の第1週をなんとか乗り切ってくれればいいかなーって、ちょっと弱気だったわけですね。ところが、ちょんちょんですね。はい、西グマバンドウォークがいい形で外れてくれて、また元に戻った。9日が限界って言うんですけども、これ正しくね、反応してくれましたよ。一旦休憩挟んで、リフレッシュでまたさ、1シグマ2タッチでまた伸びてくれればいいからね。これ、しかもほら、陽線を陰線が、はい、はらむ形になってます。陰の陽はらみ、ここが育つって感じでこれ上がっていくわけですよ。今度は1シグマを支えとしたバンドウォーク、今回また新たに9本を限度として上に行く可能性が出てきましたね。これ上昇して休憩し上昇するといういい形でございます。となればですよ、下値がね、3550になってくれるかな。そして上値が36000ね。ここで新しい上の段階でのレンジになってくれりゃいいなーっていう期待が出てきました。ただ本格上昇はまだです。なんでかというと、基準線、この白がね、上行ってくんないと本格上昇ないんですよ。で、この基準線っていうのが直近26日の一番高い株価と一番安い株価の半値線なわけですね。で、ここが26日現在の株価を後ろにずらした地高スパンなので、ここから見ればすぐわかります。一番の下っていうのはここでしょ？で、しばらくこれさ、ここが動かないからね。だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあまあまあ、1週間、2週間してくれないことには、基準線が本格的にドカンと上がらないわけですね。逆に言うと、ここさえ乗り切ればさ、あと1週間か2週間で基準線も上に行くのでね、本格上昇につながる可能性がありますよと。で、こんな感じで基準線横横な状態が続きます。特にこの横横の時に、11月2日 FOMC、11月5日の雇用統計があるわけですね。そして、第2週目ね、11月8の週から期待が持てるというようなことでございます。本格上昇は2週目からかなってね、まあいい形だわ。はい、S&P500 に移りますね。こちらもね、上値切り下げ、上値切り下げ、下値切り下げで、いい形というか、悲しい形でね、ダウントレンドになってたわけですよ。ダウ理論で言うとこね。で、
はい、逆三尊みたいな感じになってて、上にピョンと上がってくれたんだけども、4500の、大台は超えましたよ。ただね、これ、高値をね、更新するのかな、もうわずかに更新してるんですけども、ここでほら、十字線になってますでしょ。迷っちゃってるのよ、どうしたもんかってね。でね、これね、ガーファムが、ね、S&P500 に全部入ってるじゃない？だから難しいなっていうところの迷いが出たなっていうか見て取れますね。これ三役好転ね、どうかな、行くかなってね。で、基準線がね、これ上に行ってくれるのかな、微妙かなっていうところなんですよ。で、その中でテスラが来たっていうんで、あ、これはもしかしたらね、望みがあるかなって話をしたわけですね。特にガーファムが、ね、よくなかったの、ほら、マイクロソフト、アップルマイナス、Google、Facebook なんて悲惨。Amazon もとんでもなかったね。ね、先週の金曜日ですよ。はい。で、テスラがね、でも、ものすごく伸びてくる兆しを見せてくれたんでね。ガーファムはいずれ戻るから大丈夫。テスラはこれから爆上げするかもしれないなっていうことをお話ししました。で、これ今週1週間分の S&P500 のヒートマップでございます。いい形ですね。マイクロソフト回復。はい、Google 回復。Facebook がね、0.32% ぐらいでとどまったんです。これ1週間分ですからね。Amazon もいい感じになってきましたね。で、テスラがなんと 22.46% も伸び上がった。これテスラにしてもすごい伸び。あの会社はボラティリティ高いんで伸びるときは伸びるし落ちるときは落ちるんだけども、ここまでいい感じっていうのはね、ね、めったにないですよ。で、今週ガーファン戻りました。テスラも爆上げでございます。そうすると期待が持てる11月ですよと。はい、先週テスラのチャートを見てみたんですけどね。これ先週の段階でほら、900ドルを超えてきたよと。最高値を抜きましたよってね。2月の決算がものすごく良くて、ビットコインも大戻しだし、いい材料も出ましたからね、レンタカー屋さんが10万台もテスラの車を買ってくれるってね。で、こうなるとソフトバンクグループの方ね、3級以降に期待が持てるかなって。2級はね、チャイナリスクをもろかぶる、9月末を基準とした決算になりますからね、あんまり良くないはずなんですよ。でも3級以降はいいよねってね、いうことが期待できます。そして、これも先週のお話です。時価総額がテスラ一時期、Facebook は抜くよって、いっぺんこの界隈で抜いたんですよね。で、ここでね、私の、テスラ投信がすごくいい値段をつけたんですよ。でもそっからもうね、含み益が激減し、悲しい思いをしてきたんだけども、さあどうよと、今回は前回の高値が上回れるかなってね、期待を込めて眺めておりました。そして、こんなような感じに今回もなるよって、もっと大きな規模でね。はい。で、1000ドル行けーってさ、いうことを叫び、今週を迎えたわけたら、もうびっくりびっくり。1114ドル、一気に行きやがった。おりゃこりゃ、1200ドルが目標株価だよって言ってる人がいたんだけどね。あら、もういきなり、いきなりだね。そんなに行くわけないだろうって言ってた人もいっぱいいるんだけど、行っちゃったね。これなんでかって決算もいいし、ファンダもものすごく良かったから、今週もろ出来高にね反映されてきましたね。まさにこの2本のこの大きな出来高ね。おいで、その後に出来高下がってますよね。ここが重要なんですよ。ここでこの縦線を横線にして拡大別出来高にするとしたら、これね、グラフ出ないのよ、このチャート。まあでもパッと見わかるからさ、こことここの人が、こことここの人だからね。で、ここで価格帯できたかは、終値をベースに引かれるから、ここにものすごい出来高ができていて、はい、価格帯別がサポートになるからね、新しいサポートが誕生しましたよ。だから、簡単に1000ドルは下抜かないぞっていう状態になっています。はい、で、この爆上げの時に、もう空売り勢はね、消失、もう焼き尽くされてますんで、上がる感じがね、するのよ。いいルンルン気分の軽い感じでね。で、ここで買った人たちはもう今含み益ですからね、ルンルンってわけですね。じゃあ私もって形でさ、テスラいいねってことになって、ふわふわって上がっていくっていう雰囲気ね。期待を込めて11月、私、待ってます。はい。で、S&P500、今のような流れを受け、ものすごくいい形になりました、この1週間で。ほりゃ、
上値をね、更新するかなってね、史上最高値になるかなって、迷い線で11点だったんですよね。ところがね、ほら、迷い十字からの次の足で決まりますからね、方向線がね、上に行ってくれたと。十字迷いからの上げですよと。で、一旦休憩を挟んでまた上げてくれるといういい形ですね、これ。となればですよ、下値4500、上値4600の、このポイントでのね、レンジがまたこれ、一つ上の段階で形成されればいいかなってね。とにかく、11月の第1週を、このような状態で乗り切ってくれよと祈っております。だってしばらくね、これ本格上昇はないわけですよ。繰り返します。基準線が、ちょっと上に行ってくんないと本格上昇はないんですよ。だって下値切り上げ、上値切り上げがない限りね、ダウ理論だと上がっていかないもんね。で、この下値がね、しばらくここで固まってるんで、このほら、ここがどんどん前に進んでいくんですよ。一日一日ね、新しい足になるからね。で、ここいらまでは、こう下値がここ、ほら、基準線って一番高い値段と一番安い値段の半値線だからね、ここが頑張ってくれちゃってるわけですよ。だからいずれ時間が解決して、ここをね、抜けてってくれれば、ふわふわっと上がっていくわけですね。ただ、この長さっていうのは、ここに引けますからね。ここの間は基準線はまあまあ、なかなかね、上がらないと。ね、これも同じ。2日の FOMC とか5日の雇用統計を過ぎて、本格上昇は2週目からよってね。大事件が起こんなきゃいいな、2日と5日。ほい。で、今度はナスダックに行きますね。これも先週は不安でしたよ。上値切り下げ、下値切り下げで下がってきてて、逆三尊、ちょっとまあね、あんまり綺麗じゃなかったけども、逆三尊っぽい形での上昇になってたんですが、ほら、最高値更新してなかったんですよね。ダウがいい時って、ナスダックから資金を抜いて、ダウに回すって話もありましてね。ダウがいいからね、ナスダックダメなのかなと思ってました。三役好転も実現してないしね、基準線どうなるのかしらってね、ことで、まあ、不安もあったわけですよ。でもテスラが来たんでなんとかなるんじゃねって話を先週したわけです。で、ほら、資金がナスダックからダウに移るって話をちょっと復習しましょうね。1.6%をね、金利、これ10年国債利回りの金利なんですが、これ1年間のね、推移なんですけど、ここでほら、上回っちゃうんですよ。ね、こうピョコッとね。でね、ここいらでもうやられちゃったわけですよ。ナスとテスラがね、急落しちゃったの。で、今回はどうよっていうところで、またほら、1.6%超えてきたんですけれども、金利上昇でもテスラはね、株価上がってるから、前回とは違うよってね、お話をさせていただきました。そしたらほら、よかったもん。今、1.561。はい、今週金利がドーンと落ちてくれましたよ。で、先ほどのポイントと比べてみましょうね。ほら、しばらくかかったんですよ。金利が下がるまでね。このぐらいね。結構長い間ね。金利が下がんなかったんですね。で、今回どうですかというと、早くもですよ。1.6を下回ってくれてますからね。だからね、今回やっぱ違うかもしれませんね。ほい。その意味をしっかりナスダックのチャートが受け止めてくれているんじゃないかな。しっかり最高値を、これはもう誰が何と言っても間違いなく超えましたね。で、ここのね、またね、ところが最高値更新で、で、ここでほら、この緑の線ね、これ転換線、直近9日間の一番高いのと一番安いのの株価の平均を取った、まあ、9日間の中心線なんですが、下がってきて、ボーンと上がってきてくれて、この基準線ね、26日間の高値と安値の半値線をしっかり上抜いてくれて、これもう交わんないからね、こうなるとね、もつれ解消ですよ。なんでかというとさ、はい、繰り返しますけどね、これ読めるわけですよ、下値がこうだから。これね、基準線は横横になりますよ。だから、これはもう、転換線と基準線のもつれが解消してくれて、またこのわちゃわちゃって感じの揉み合いにはもうならないよってことで見て取れるわけですね。となると、ほら、またほら、2日のフォーミックでね、FOMC でね、爆弾は、やめてね。雇用統計もね、こう、無難な数字になってねって。本格上昇は11月の2週目から期待できるなってことでね、いい感じ。はい。じゃあ日経はどうよって、先週の復習から入ります。米国とは全然違うわいって話をしました。残念だね。
3万超えたのにね、もう、まあね、抑えられて下がってきて、ほら、2万9000円を下抜きやがってさ、ああ、雲の外に下抜いちゃっちゃったりなんかして、もうってね。で、決算ラッシュでね、いい数字が出たとしてもですよ、まあ、五分五分ぐらいかなと思うんだけども、四半期報告書を廃止するなんていう公約を掲げている人が総理候補でしょう。ねえ。で、今週土曜ってやっぱり元気がなかったね。もう一旦雲の外に出たんだけど、まだ戻りやがったよ。でね、こう戻って、横でよかったの。だから、いい感じで戻って、こっから横って言ってくれりゃね、いいのよ。で、またほら出てきやがったの。だからね、で、ほら、これ、ここ見て、ここが効いてくるわけですよ。ここの一番高いのと安いのが。基準線は一番高いのと安いのが真ん中線だから、ここあたりまで落ちてくるんですね。で、はい、今ね、株価が基準線と重なっちゃってるのよ。基準線の上にいてくれれば、これがね、サポートラインになっていい感じなんだけど、これはさ、今ぴったり一致してるでしょ。だからやめてね、こう、基準線に乗っかって下に落ちてくるのはってね、そういう思いで眺めてますよ。で、自民党の岸田さん、四半期報告制度の廃止を公約に掲げております。まあ、あらーんって感じ。そして立憲民主党頑張ってって思っていたところがどっこいよ。経済担当の江田さん、ニーサに課税するぞなんてさ、全然分かっとらんね。ニーサという制度自体を知らないんじゃないかな。どうなるんだろう、この国。どっちに転んでもモモモだよね。はい、衆院選の投開票本日です。ドヨヨーンって感じだね。それが株価に出てるんじゃないかな。はい、じゃあね。海外メインの投資会社のソフトバンクグループです。日経はあんまり関係ないよって。ね、アメリカの株価が良ければ世界的にも株良くなるだろうからと。期待の11月はどうでしょうと。で、ここでね、6000円の強力なサポートラインがね、誕生したってことを考えて、戦略をもう一回見直す必要が出てきましたよ。はい。価格帯別出来高について、ソフトバンクでやったやつをソフトバンクグループでもやってみたかったんですね。で、ここにほら、これ今年の、最初1月4日からね、直近までの日足でございます。2回増えてるんですよ、出来高ボコンボコンってね。で、出来高2回爆増なんだけど、直近の出来高がソフトバンクが出来高爆増した同じ木曜日に増えてるんですね。まあ、なんか関連あるんだろうね。で、はい、ここね、ここでピコッと増えてるのが、価格帯別出来高にどこになってるかって、ここの棒グラフ、横棒に、これが反映されてるんですよ。そして、ここのピコンと出たこの日の出来高が、はい、終わり値だから、この横のこの棒グラフに反映されてるんですよ。で、はい、価格帯別出来高だったら何ですかっていうと、レジサポ力でございます。水平線を価格で引くじゃない？その時にどのぐらいの人がそこで売買してるのかなってことで、ここが多いということはですよ、そこに思い入れのある人がいるわけで、すごく意識されてきますねってね。で、過去に買った人はだんだんいなくなっちゃうからね。現在に近くなればなるほど力が強く残ってるよって。まあそういう理解でいいんです。で、ここらで増やしたところが、ほら、ここね、ここね、ここね。そして、はい、ここのラインですよ。そして、ここで、直近、今週の木曜日で売買した人が、ここに来てるんですよ。で、両方ともかなりの価格帯別出来高になっていて、レジサポ力がうんとね、強く意識されてるところでございます。はい、そして、これ、直近のこの出来高っていうのが、6000万株でございます。すごい金額ですよ、これ。6000円かけたらね、どうだろう。ね、3600億ぐらいになるんだよ。さて、この中身ってどうなってるんですかって話をこれからしますね。で、特に終値で誰が買ったんだろうねって話が重要になってきます。買い手がね、今含み益になってるんですよ。これ、ラスト1分の勝負でした。はい、まずここの話からまずしますね。1個目のボコンと出来高ができたところが、7250円ぐらいでボーンとね、買ってるわけですよ。ここで買った人はね、今はもう含み損ですね。
で、これ、ここ株価が近づくと戻り売り、やれやれよかったよかったって言って、やれやれ売りが出て株価落ちていくんですけども、まあ、損切りもしてるんで、ポコポコね。だから徐々に減ってきてるわけですよ。どのぐらい残ってるんでしょうかっていうことなんですけども、2ヶ月経ってますからね、だいぶ力は弱まっております。それに引き換えです。ここね、今週の木曜日ね、買ったばっかりのしね、6000円強でうんと買ってるわけですよ。特に終値が重要。木曜日の終値で買った人は金曜日で、ほら、これ、もろ陽線なんで、益が出てるわけで、ルンルン気分ですね。誰が買ったんでしょうね、終値でってね。はい。木曜日に強力なサポートラインが誕生しましたよ。誰がサポートするのかなってところがちょっと不気味なところです。はい、売買戦略にとにかくこういう不気味なサポートラインが誕生したいってことを考えて、下抜くかなどうかなってことをね、ちょっとね、心に留め置きながらね、チャートを見ていく必要があります。なんでかというと、本当に異常性があるんですよ、ソフトバンクグループって。まあ、ちょっと言葉悪いかな。もう本当に大口がね、激闘している、大口同士で殴り合ってる株ですからね。ね、ちょっとね、だから安全運転で行かなきゃいけなくて、なんでかというとね、あれ、今週金曜日に入市したチャートなんですけれども、金曜日で前日終値、ね、6112だからね、これ木曜日の終値ですからね。はい、ちょっと見てみましょうね。ソフトバンクグループの異常性って何ですか？これ、5分足です。で、これが水曜日、木曜日、金曜日ね。で、木曜日の一番最後の5分足がドカーンと伸びてるわけですね。で、はい、はい、寄り付き、口開けの時は大、まあ、大きいんだけど、その、一番最後ね、大引けの時に比べればちっちゃいわけですね。で、はい、ここね、はい、今日、まさにこの最後の1本、強力なレジサポが、今週木曜日の最後の5分足でできてます。5分足の中身もちょっと見てみたいじゃない？で見てみたらさ、見てこれ、何よってさ、まさに異常。この6112円でね、この出来高ができてるんですよ。3000万株ね。はい、これ、最後の1分足ですよ。はい。見てほら、価格見てほら。これ、1個しかないでしょ？ね。これ、自動売買だね。人間技じゃないですね、こんなのね。さらに、誰に売ったんでしょうね。1分でですよ。株価1個ですよ。こんな巨額な取引。一般大衆？考えられん。投資を趣味でしてる人？いや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 。投資民じゃないね。投資民ってね、普通の投資をしている市民の皆さんね、3000万株でしょう。だって30000K だからね。で、6112、まあ6000円と3000万株かけると、1800億になるわけですよ。それがラスト1分、1つの価格で取引されたということですね。誰が持ってるのかしらっていうことね。ちょっと迂闊には取引入れない株だっていうことを感じてくださいね。はい、ソフトバンクも同じような傾向がございます。はい、これが木曜日の最後の5分足、いや、1分足なんですけれども、これも同じなんですよ。強力なレジサポができましたよと、今週の木曜日。最後の1分足でですよ。誰が買ったのかしらねってね、自動売買でねってね、ちょっと怖いところがあるからね。こういう特性がある株だよということを考えると、安全運転せざるを得ないね。はい。で、ソフトバンクグループとソフトバンクの株価の相関係数ってね、低いんですよ。関係ないのって、そんなことはないと思いますよ。まず実態を考えてみてくださいね。今日のようなことがあるわけですよ。今日のって、ほら、出来高が急増してるのが同じよって、2つを合わせて考えて取引してる大口がいるんじゃないかなってね。だって構造を考えればそう思わざるを得ないんですね。ソフトバンクが超ウルトラスーパー高配当でしょう。儲けの8割以上配当しますって。親会社のソフトバンクグループに4割お金が流れるわけですね。有力な資金源であります。そしてそのお金をソフトバンクグループの方で再投資します。投資の名人ね、孫名人様がいらっしゃるわけで、孫さんに任せて、ね、投資、再投資してくれたらいいじゃんと。そしてその成果をね、ソフトバンクの方にね、導入していくわけですよ。まあ、PayPayとかまさにそうですよね。で、これね、資金がこの流れで倍増、どんどん増強していっ
で、さらにその資金を配当の4割ソフトバンクグループが吸い上げ、そしてまた再投資し、その投資の成果をソフトバンクに注いでっていう、この素晴らしい循環があるんじゃないかなということで、すごすぎですね。こんな会社ないですよね。ただね、ソフトバンクグループ2級でチャイナリスクが反映されてきて、株価下がってくれるんじゃないかな。そしたらね、自社株買いをしてくれるんじゃないかな。そこに乗っかれば爆上げよねって。ここだと安全じゃない?なんかね、わけのわからん、難しい取引いっぱいやってそうな気がするところのソフトバンクグループでも、この流れに乗っかればね、安全なんじゃないかなと思ってるわけですよ。それにしても新しいサポートラインができましたね。6000あたりですよ。ちょっと注意して見ていきましょうね。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。